アクセスの朝倉大輔です。高見ひろゆきです。さあ、僕らね、今日、はい、某千葉の方でですね、某じゃないけどね、はい、ニコ生でですね、ライブを一緒に見るというですね、はい、いうのをやったんですけれども、結構ね、たくさんの皆さんともうコメントを通してワイワイと、うん、みんなね、本当に見てくれてどうもありがとう。楽しい時間ありがとうございました、うん、そんなですね、はい、まだ見てない方がもしかするというので、うん、これは朗報があります、はい、7月31日日曜日23時59分までタイムシフト視聴が可能です、はい、見逃してしまった方は今からでもチケットの購入ができますので、はい、アクセスオフィシャルホームページを確認してください、はい、僕たちね、デビュー30周年の春のツアーね、うん、エレクトリックエンド2022、ぜひ、ニコ生で楽しんでくれたら嬉しいなと思います、はい、そしてもう一つですね、発表になりましたけれども、はい、アクセス 30th Anniversary ツアー2022プリミティブハート、はい、ついについに 秋冬、うんね、ツアーですね、はい、はい、しました、決まりました。11月の5日の埼玉から始まって、うん、立川、東京、それから兵庫、愛知 と、12月の17日までツアーがありますんで、はい、うん、またちょっと全然、ね、切り口を変えた、ね、はい、楽しみですね、ホールツアーなので、そちらの方もぜひチェックしてください。詳しくはアクセスのホームページ見てください。みんな待ってます。